トラッカーはイギリス海軍の護衛空母。アタッカー級航空母艦の一隻。トラッカーはワシントン州タコマのシアトルタコマ造船所で、モーマックメールの艦名で1941年11月3日寄港する。完成前にアメリカ海軍によって購入され、ベブグマイナス6の艦首番号を与えられる。オレゴン州ポートランドのウィラメット鉄工所で、護衛空母に改装。 1943年に、レンドリースポーに基づき、イギリス海軍に移管され、トラッカーと命名された。トラッカーは1943年から44年に、かけて、北、大西洋及び北極海で、戦乱護衛に従事する。ソードフィッシュとシーファイアを装備した第813航空団を搭載していたが、1944年1月に、 アベンジャーとワイルドキャットを装備した第846航空団に転換する。1944年4月にトラッカーの関西機部隊はアクティビティの部隊と共に U-288 を撃沈した。1944年6月のノルマンディー上陸作戦では上空護衛を担当したがカナダ軍のフリゲートテムと衝突し両艦とも損傷を負った。 1944年11月にアメリカに向かい航空機の輸送を行い、同年の残りは太平洋で航空機と兵員の輸送に従事した。1945年8月にイギリスへの最後の航海を行い、11月にアメリカ海軍に返還された。1946年11月に民間に売却され、コリエンテスの官名でアルゼンチンで活動した。 その後1964年にスクラップとして廃棄された。ありがとうございます。